上杉重房、この人が始まりますけども、それ以前、一応貴族なんですね。のこれを見てますと、この家は微妙にハズれをつかむ傾向にあるということでえ、なかなか苦労はしたようです。一応、藤原の冬継の子孫で、荷重寺流というふうに言われますけども、この荷重寺流の、えー、あのあれだ高藤富士。 この子孫であって、この子孫からはいろんな絵が出てますね、甘露寺家、荷重寺家、までの公う家をはじめとする、いわゆる荷重寺流といわれる、そういうあの貴族を輩出するんですけども、その荷重寺流からかなり離れたところに位置しています、この上杉家は。富士の子孫には、紫式部の夫である藤原信方さんもいらっしゃいます。 この辺見てますと実はこの辺とかこの辺とかと微妙に関係を持ってしまったためにこの絵は苦労します。では上杉氏になる前の話を見ていきますと、まあ、この果十字流の始まりというのはこの藤原の高富士ですね。 838年年に生誕してて900年に亡くなっています極寒、最後は小三民の内大臣まで住んでますけども、基本的にはそんなに高い地に登れるようなタイプではないですね。武漢、右衛門府などの武漢や頭領などを歴任している、そういうタイプの下級貴族で。ただ、あの彼が大きく飛躍するポイントだったのは、娘の院子が源の定みという。 えー、高校現時の、高校天皇の、えー、あの、王子で、親戚降下した源津波という人物に嫁いだと。ところが、いろいろあって、この源津波が、えー、皇族に復帰した上で、さらに、あの、宇田天皇になったと。その宇田天皇と院子の間に、あの、醍醐天皇が生まれたということで、藤原隆富士は、えー、突如、天皇の外戚になったんですね。そこから、えー、中納言、大納言と出世していったと。 ただ政治的に、そういう中納言、参議中納言、大納言というふうにこう、えー、昇進はしていったんですけども、もともとそういう、えー、そういうのがあるわけじゃなくて、どっちか言ったら、地道に官僚、実務的なことやってきた官僚なんで、政治的なセンスは別になかったようですね。当時は内大臣っいうのは、あの、まあ、一応存在はしていたけども、基本的には左大臣、右大臣。 ということで、ポストが入ってなかったために、なかなか大臣には登れなかったと。亡くなる直前に病,あの病気、重い病気にかかった時に、一応天皇の、えー、外戚ということで、内大臣にさ、えー、してもらったと。ちなみにこの時の左大臣が藤原時平、右大臣が菅原道真の時代です。で時平も道種も道大大臣に、えー、なれる 経験はまだ積んでいなかったために、時平はまだ経験が足りず、道種は家柄の関係で大乗大臣になれなかったために、まあこの高藤さん、結局内大臣、数ヶ月後に亡くなってます。この孫女乱貞方、高藤の息子の貞方は、第五天皇の外籍として、まあ最初に右大臣まで立身します。大倉百人氏の三条右大臣として名前が残ってます。彼が山科に加重寺を建立し、以降この貞方の子孫が、 果汁児のを中心にして、えー、固まった,ために、えー、この定方の子孫。引いた高藤の子孫を果汁児流というふうに良くなっています。藤原貞助。まあ、あの定方は結局、醍醐天皇の外戚として。あったけども、それを結局、まあ、あの続けていくことはできず。この貞助さんは長く弁官を務めています。 この弁家を長く務めたことによって、えー、そういう実務に関する、えー、知識がつい実務に関する、えーまあ、蓄積を積んで、家重寺流の、えー、基礎を築いています。この為助の、えー、子供という有名なのは藤原信孝ですね。信孝の子孫からは常房が出ています。えー、この日常房っいうのうは 源頼朝と,と、えー、後白河の間をうまく取り持って、のの頼朝の路を勝ち得た貴族ですね。この日立恵房の資産、えー、子はずっと吉田を名乗るんですけども、えー、鎌倉時代末期に甘露寺家を名乗るようになり、そこから坊城、えー、までの工事、加重寺などが出ています。えー、中見門、中野門家などが出ています。で、一応加重寺流と言いますけども、えー、本家はこの甘露寺です。 ただ一番、あの、半室県とか中野三角圏の,の方が、えー、出世は早いですね。この甘露寺家、窓の工事、過、え、重、ー、寺、この三つは弁官とかそういったものを務めて、この甘露寺と、それから窓の工寺と過重寺は、えー、たくさん日記を残すんで、えー、日記の家というふうに言われています。まあ、今日でも、えー、甘露寺、近長の、近長凶器、窓の工事、時房の兼題記などが、えー、残っております。 室、まあ、町時代には、えー、それでこの下常房も吉木、その孫の吉賊木など、えー、数多くの、えーまあ、重要な、えー、日記が残されています。えー、中冨門家からは今川義元の母にあたる受刑人などが出ていますね。そういうような、えー、家系にもつな、えー、がる家なんですね。上杉家の祖先である藤原さんは、 まあ、下級貴族として早く死んだとか、そういったことで結局出世のルートに乗り切ることができずに、藤原の森の森の,りの時代を、えー、迎えます。で、この藤原の森のりが、えー、非常に、この時ちょっといい目にあいさだったんですね。というのは、藤原の森のりのおばがたたたの特質となって、で、より長を生んだと。 まあこの時、忠実は、えー、最大限落ち,落ちぶれていた時期であって、白河の、えーまあ、怒りを買って、宇治に筆足した時代ですね。その時代に、この果十寺流と呼われた、えー、家の所流である森田の娘と男女の関係になって、頼長を産んだと。 まあ晩年に生まれたために、頼、え、長、ー、は、ただ単に、ただ単にとっては不遇な時代に生まれたために、頼長が非常にただ単に重されていく、それに応じて、ただ単な復権ともに頼長も上がっていくと、この、えー、いとこの森のり,のりも、ものすすごくく上がっていくんですねこれが良かったか悪かったかいうたら、よ、まあ、くなかった、頼長のいとこであり、さらには、えー、ストックの、えー、天井人にも、えー、抜擢されてます。 その結果、方言の乱ではストク上皇方として、えー、参加して、この方言の乱の、えー、長本の一人として、佐藤に入る際なり、その後の運命は不明です。まあ、そのままあの帰ってきたと記録はないんで、おそらく佐藤で、えー、客死したんでしょう。もう一人、農、え、園、ー、という人物がいます。農園、えー、森のりの弟になってますね。この農園は森のりとは、えー、違って、 こういう関係であの非常に大きな力を持ちました。というのはあの、この農園の母親、秋範の、えー、妻の、えーで、森範とは違うんですが、森範の妹の弟になっているこの農園というのは、秋範の,、まあ、あの5歳通過なんですけど、この、えー、女性は平の時の分の,の妻だったんですね。で平の時の分で、ね、時子とか、それから時忠、さらには、 研修門院を生んでいると。さらに平清盛とつながることによって、この農園通うのは平家のもとで非常に出世します。一応出家しとったんですけども、妻ももらって、これ、あの、ちょっとよく、自分で、あっちもちょっとよくわからないんですけどね、保肖寺の修行になったんですね、彼は。えー、一応、法院の相関、えー、を持ち、保肖寺の修行になってますあの。瞬間が流された後の多分保肖寺だと思います。 ところが再退していて、えー、藤原南家の、えー、出身のの子さんという女性を妻に沿って、娘を一人産んでます。この妻のの子が平野京のプッシュもって、高平親の言葉、後の言葉ですね、の奪いになってます。その農園はそういう意味では、この上杉のご先祖さん関係の中では、ものすごく美味しいところを掴んだはずなんですよね。ところが平氏は京、えー、盛の死後、ぼつあの、都を落ちします。 彼もそれに従ってしまったんですね。農園が、えー、没落した後、この,のり子さんは源の道近と再婚します。この辺、あの、長美道子さんが小説にしたってめっちゃ面白いんですけども、長美道子さんの小説では、えー、のり子さんが能天気な人で、夫が没落していった後、えー、道親訪ねてきて、思わず男女の関係になってしまった時に、 妹のえー、剣士彼女もあのあですね、彼女は夢ですね、今日のつぼね。彼女から、えー、何考えてんのと言われて、分かってる私だって、そんなあの,あの人がいあの人の行きずりの相手だったこと分かってるわよ、言うて、えー、言うんかと思ったら、どうしてあの時あの服装着てるのかしらとか言ってあのな、えー、泣き崩れると。似合わなかったのにと。 あっちの方が似合ってたのに、あそういう問題ではないというふうなことでなんですけど、まあ、実際どういう人か分かりませんが、紀子さんは、まあ、この道鹿と、えー、うまく、えー、再婚して、在氏有子さんと読むかな、正明門院、在氏は後鳥羽天皇に受代して、土目片天皇を産むということなんですが、この農園さんは残念ながら、都落ちに従って没落で、あの、1185年、壇の浦の後は、京都に連行されて、備中の国に流罪。 えー、2年後に許されるんですけども帰ってきた時にはこの典子さんはもう道近の子供さんにも産んでるという状況で、えー、彼は言葉天皇即位の恩恵を全く受けることなく死んでしまいます。でこの土門天皇の、えー、外祖父に当たるはずなんですけどもその土門天皇の外祖父の、えー、地位は源道近が完全に奪ってしまったと美味しいところを取ってしまったということになります。 まあ、そういうふうに、えー、ちょっと、えっと、方法なんですね、ここの家はどうも。そこで、この清房は、この、えー、考えた、この後鳥羽に、えー、食らいつくべきだと。現在の我々から見たら、ああ、ああ、やっちゃいましたね、なんですよね。えー、やっちゃってるんですよね。清房さんは、やっちゃった。何をやっちゃったか言ったら、後鳥羽にくっつくのは、ええはずなんですけども、 まあ在庫のつてで、えー、言葉条項側近になって、これで森のり、農園、割り加わされてきた、この上杉家の五千五千三、いいと、ええもんつかんだかなと思ったら、上級の欄で、言葉は沖に流されます。側近だったんで、この怖さんも沖に、えー、一緒についていきました。言葉がなくなった後、 この後鳥羽の、えー、オッケーについてたのは後鳥羽とこの清房、それから伊賀の局根、ね、いわゆる亀菊ですね、この辺がついてたんですけども、後鳥羽の死後、亀、え、菊、ー、と清房は、えー、気楽して、えー、その後は、えー、この清房さんは、えー、亀菊に使えるという、まあ、ある意味さえない結論になっています。で、したがっていつ亡くなったかもわからないと。 でこの上菊さんも、えー、一応こういう藤原の清房という、一応貴族に仕えてもらえるぐらいやったから、まあ、それなりの言葉の、えー、妻として、それなりの、えーまあ、格式を持って女性を送ったんでしょうけども、その子の運命もよくわからないということなんですが、彼らはようやくいい人をつかみます。運命が、えー、か好転します。清房の息子の上杉あの重房さん、藤原の重房。 彼は、えー、宗隆親王に従って鎌倉に峠したと伝えられています。で、その、えー、宗隆親王に従って峠するときに丹波の国の上杉の書を賜り、名、ま、を、あ、上杉というふうに名乗るやると。ただ、宗隆親王に従って鎌倉に峠した貴族の中に、実はこの上杉重房という人物は実はいないということで、近年いろいろと言われてまして、 式権門院というのは、これあの、御堀川天皇の、えー、兄弟にあたる女性なんですけれども、この式権門院のクロードの中に、えー、この、えー、藤原の重房という人物がいるらしいことが分かっていると。この式権門院死後、御佐賀院の乳母を行っていたこの西の恩方、彼女が宗隆親王の陶芸のちょっと後に、彼女がやっぱり鎌倉に下っていると、そこに同行したんじゃないかと。 宗隆親王に直接ど、どう生きさせてあるかは色々ある、いろいろありますけども、一応、鎌倉では宗隆親王に使える貴族集団としていたらしいと、下級貴族としていたらしいと。宗隆親王の開く後も鎌倉に残りというのは、まあ,あの、帰ってた宗隆親王だけであって、これや親王もいますしね、だから宗隆親王側近を返すわけにはいかないわけであって、宗隆親王が帰ったとも重夫さんは残りますけども、その時に足利数字に使えています。 で、安氏の息子の頼氏に自分の妹を嫁、えー、がせて、足利家時を生んでいます。足利氏に、えー、くっつくことに決めたと。まあ、だいぶ、えー、格くさがありましたけどね、あの藤原頼長とか平の清盛とか後鳥羽天皇とか、そういうともに比べると足利安氏というのは、まあ、11位の左大臣とか、えー、天皇とか、11位大乗大臣とかそういうのに比べると、 鎌倉幕府のそれも、まあ、トップではない、ちょっと没落しつつある、えー、足利氏の外籍家臣。だいぶやっぱり核を持してますけども、これが上杉氏にとっては非常に大きな力になったわけですね。重房の息子の頼重。ただ、あの、やっぱりこのように、えー、いつ生まれていつ亡くなったかっついうのは分からないということで、その上杉家の、えー、立場っついうのもよく分かる。 要するに記録に残らない程度のもんでると。頼重も、えー、家時の外籍というか、まあ、自分の、えー、姉もしくは妹があの家時を産んでると。さらに自分の娘の清子を、えー、足利忠家の側室に送り込んでます。だからまあこう見ると上杉家というのは鎌倉に行った後は足利家に、えー、側室を出す形で足利家の外籍に収まり返えていたと、えー。ただしメインではない。 という感じですよね清子・菅氏の側近にして生まれた高氏と尊國っつうのは足利家の守子であって嫡子である高吉は北条氏を外籍としてます足利家の着流つうのはやっぱり政治つうのはやっぱり北条家から代々出すわけですね家時は結局まあ,あの弱い立場になって下月騒動の関わりで自害に追い込まれてしまうのも結局彼が 法条件を外籍に持っていないということもあるでしょうし、そういう形ですね。高宇城忠臣忠臣ですね。祖父に、えー、なってますが、いつ亡くなったかはわかりません。で、上杉茂明。えー、より茂の着手です。彼は、あの、不死民の女官の新在章に仕えてると思いますので、どうやら在京していたようですね。玉陽和歌集にも、えー、日衆してますが、えー、早死にし,たし,しまして、えー、息子の友貞が、 とついていますこの、えー、子孫が扇貝津上杉氏ですね上杉頼重の、えー、次男である上杉の利夫さ彼は足利が高雄に従って鎌倉幕府の倒幕に従軍しています権務政権では光月への守護になってますけどもずっと京都にいたようで北畑明恵軍が鎌倉を落としさらに京都に、えー、上落してきた時に四条、えー、河原の戦いで高雄寺を見守って、えー、戦してます まあ高次の身代わりになって戦死しているということで上杉家そういう意味では、えー、この時頑張ったのが大きなとねで信久の弟の信次さんは千歳幕年に切磋琢磨の戦いでこれも北畠家系戦いで戦死していますだから北畠家系によって結構、えー、やられてるケースが目につくなという感じになります平安から鎌倉、えー、室町初期の上杉氏の始まりのあたりまで見ていきました。 上杉家、大木がやつ、山の内、犬がけたくまこれが四上杉家と呼ばれるものですけれども、この上杉家が大きく飛躍するのは、この、えー、頼重の娘の清子が、えー、足利忠氏と、えーまあ、結婚して、高氏忠義の二、えー、人を産み、なおかつ、本来は諸子であったこの高氏が、 嫡男の死によって嫡男、えーまあ、になっていく、さらにその高氏が鎌倉幕府を裏切って、五醍醐天のを裏切って室町幕府を作っていくことによって、この家系というのが一気にスターダムにのし上がっていくんですよね。その結果、まあ、4, つ4つの、えー、上杉が、まあ、基本的には室町時代前半はこの、えー、山内とそれから犬掛、これが、えー、主人公になっていきます。 で、えー、タクマは、その後もあんまり振るわなかったんですけども、最後は、あの、江戸幕府の、えー、旗本になっています。犬掛けは、えー、滅亡しちゃいます。あの、扇ヶ谷も滅亡します。山内は、この乗秀の子孫が、後継旗も、あの、旗本に。この乗貞の、えー、血筋的なこの二方の子孫が、難しいとこですね。途中で長岡から幼少を迎え入れて、その子孫が大名に残りますから。 上杉氏が苦難の時を経て、えー、安定していくのはこの観音の情乱です、えー。まず上杉憲明さん、えー。この人があれですね。成吉親王と足利忠義の鎌倉将軍府が作られた時、兼、え、務、ー、の申請でね、えー。この成吉親王というのはあの後醍醐の王子ですね。この成吉親王を征夷大将軍、足利忠執権として鎌倉将軍府が 作られるんですけどもその時の久し版としてこの上杉範明が登場してます宗隆親王に仕えていた上杉重房の子孫ということでこの上杉範明がこんな両親王の側近で取り上げられたんだと思います36年には父の範明紀が38年は叔父の範藤が戦死した結果上杉氏の家督を範明が継承することになります芝家長も北家明へ戦って戦死したために だから、こうしてみると、範明、範藤、彼らがいずれも北畠秋家によって、えー、まあ、戦死していると。で、さらに柴家長が秋家に戦死しているということで、秋家というのは、この上杉範明にとってはものすごくいろいろ関わる人物ですね。まあ、最もとも明三も1338年5月15日に石津川、現在の堺市で戦死してますけども。その柴家長の後任として、足利義明による鎌倉府の、えー、羊になっています。まあ、これは関東関連の始まりですよね。事実上の。 越後の国の平定に尽力したんですが官能、えー、の上乱で高尾寺に敵対して、えー、信濃の国に追放されましたところが足利元氏によって復権しています元氏で追放された畠山国旗の後継として関東官礼越後光月の守護なりさらに武蔵平一騎という武蔵の国の黒人の一騎を鎮圧して、えー、武蔵守護にもなっていますこの乗り上の時代に関東に 完全上杉重義という人物、えー、なかなかこの人物、ちょっと謎なんですよね。果樹王ののウルであったドーメンという人物と加賀の局の間に生まれています。先ほどの形図で見ると、えー、ここですね、清子の、えー、妹にあたる加賀の局の間が生んだのが茂義ですで。父親の出場がよくわからないんですよ。 果十字家の人間であるというふうな話もあるので、どうも家重寺の別当とかいろいろ言われるんですけども、えー、とりあえず家重寺の僧侶であるということぐらいしか実はわからない。いろいろちょっとわからないんですけども、あのどっちかやったらこのかあの母親の捨てを頼って、この乗り房の,あの養子になっているというのがどうも、えー、なったみたいですね。乗り房の養子になったと。で、この重吉、彼は、あの、 え割合、えー、実は有名な人物であって、畠山忠宗とともに河野諸のを排斥に動いています。これが観音の乗覧の始まりですよね。観音の乗覧のスタート、始まりを切ったのはこの人物です。畠山忠宗、えー、上杉重義、宋、え、明、ー、吉らが河野諸直を、えー、まあ残言したことに始まると。 その結果、諸直による御所負けを経て、えー、忠義の失脚に受けて、えー、彼は越前の流産になります。で、えー、現地で殺されています。上杉智貞、重明の子ですね、廃人した。重明が死んだ時にはまだ若かったようです。ということは、どうもあの上杉重明がいつ死んだか分からないが、この1321年以降、えー、1333年以前亡くなってるんじゃないかと。この上杉智貞は従って 子の貢献を受けているようです1337年には丹後の守護、引き付け当人を経てますけども、えー、観音の上乱で忠義に従って信濃の国で、えー、亡くなっています。このように上杉というのは原則として基本的に忠義派に、えー、くっついていったということが伺えます。で、なぜそういうことになったのかということですけども、もともと上杉氏は、 高尾寺忠義の外籍として高尾寺忠義に食いついてたそういう家だってまあ,あの鎌倉幕府がそのまんま続きなおかつ、えー、高氏が早死にしなかったらまあ,あの上杉家は足利家の所流である高尾寺忠義の側近として細々と生きでいったんですよね一方高氏についていたのはもちろん、えー、足利家の家を代々務めていた 講師、えー、の河の諸直らなんですけどもおそらくはこの河の諸直を含むこの講師がこの高吉が早死にしたことによって高氏付きになったんですね。その結果上杉氏からするやなんか講師が入ってきて面白くないと、えー、いうことで講師とは対立する、えー、道を選んだと。 それが結果的に諸ロナと忠義の対立が始まると上杉氏は、えー、みんなこぞって忠義の方に接近していたということが言われています。上杉義弘、えー、という人物、えー、彼が結構重要な役割をしす。あの織田家の子なんですが、茂吉の養子になってます。この義弘は、えー、太平記など等では この向こう側にて、河野諸ら,一,ら一族を殺害したという人物として取り上げられています。まあ実際には上杉義則なのかどうなのかは実はよくわかってない。あの、上杉なんとかさんという、あの、カント名乗りの名前で書かれているんですけども、そいつがこの義則だと言われたけども、最近、あの重吉の実子である上杉重末じゃないかという話もあります。 諸直一族を殺害した、この上杉義則ですけども、重末かもしれませんが、まあ、義則も諸直一族の殺害にまあ関与してないわけはないと思うんで、河野諸直とは、えー、まあ、この重吉の養子とこともあって徹底的に戦う。で、忠義に従って、えー、まあ、敗戦してます。あの、忠義が鎌倉に入った後、えー、高氏はそれをかけていく。その時に、 え、箱根で高城を迎え撃って敗戦しています。で、その結果、流罪されたんですけども、え、斜面されて、関東管令として足利氏光を補佐するようになっています。まあ、これは結局あれですよね。え、足利元氏の存在が大きいですよね。また元氏については、また後でちょっと見てみます。で、え、上杉智房さん。 上杉の理不尽の子ですね、あのえー、北仏明忠戦死した。えー、こちら、大木ヶ谷上杉ですね。父の戦死後、上杉智貞らの貢献を受けながら、観音の上乱では忠義方と、やっぱりこれも、こども忠義方です。上杉家はまあ基本的には、の山之の内、拓、え、磨、ー、犬掛け、えー、それからあの大木ヶ谷、えー、問わず、基本的に忠義方についています。忠、え、義、ー、方をがって、信、え、濃、ーまあ、に行ってます。 まあ復権後は、えー、上総の守護あるいは信濃の守護を経て、篠と二人で関東官僚をやってます。が1370年以降、関東官僚を辞任したとも言われており、京都や鎌倉、その両方でその姿を見ることができるということで、まあ91年までそこそこ、えー、結構活動時間、期間は長いです。35歳で引,引退した後は、 関東管連を辞任したというふうに言われてますけども、関東管連を、その辞任が認められたかどうかも不明だし、ただ、まあ、あの京都に結構うろうちょろしているところを見ると、関東管連の職務はやめていて、むしろ京都と鎌倉の連絡とか、そういう結構重要な問題には参画してますんで、失脚したわけではないようです。 ここで鎌倉九宝についてちょっと見ていきますと、鎌倉九宝での取り上げてもいいのかなと思いましたけども、この上杉を鎌倉九宝について一切触れずに上杉を触れるのはちょっと難しいので、えー、もう鎌倉九宝もここでやっちゃいます。まあ、初代鎌倉九宝、足利義明ですね。鎌倉幕府滅亡時に人質となって鎌倉にいましたが、えー、鎌倉を脱出後、幕府攻めの総大将にえ担がれています。 刑務士については鎌倉将軍府にひっついてます。まだ1330年生まれですから、建武の死のはまだ5歳とかそうなんで、まあ、成吉新ののが、まだ足も、まあ、50歩、100歩ですけども、えー、ちょっと成吉新ののは、えー、年上ですね。鎌倉将軍では成吉新の足利忠義に次いで席を与えられていますが、実際には成吉新の友ども飾も、えーまあ、り物です。鎌倉将軍府、足利忠義が上洛してからも鎌倉にとどまってます。 で観音の上乱で、足利忠義が失脚したのを受けて、忠義の後任として上洛し、やがて二代目将軍に、高氏の死を経てえ、二代目将軍になっています。義昭の後継いるのは、この足利元氏ですね。この義昭と元氏は同母です。そちらも最後の執権、北条盛時の妹と高氏に生まれています。 あの彼は足利忠義の養子として、忠義に養育されてみたためです。だからこの元氏っていうのは、実は高氏の方でありますが、高氏派、忠義派で分けるならば、忠義派というふうに分類されますね。で、上洛した義明の代わりに、えー、関東に下校をしてます。 まあこの段階では、高氏はもちろんまだ小さい子供、12歳の子供ですから、自分の子ですし、忠義は、まあ,あ、没落してますから、元氏は、高氏派だと思ったんでしょうけども、日を将棋を滅ぼしたまではいいです。畠山国清という高氏がつけられた関東筋を、えー、罷免し、自分が子供の頃に面倒を見てもらっていた上杉紀明を、関東関連に復活させて、高氏派を排斥して、忠義派を登用すると。 さらに宇都宮・氏綱から小月と越後の主語を剥奪して範明に与えるなど、この上杉範明には、元氏はものすごく強要しています。まあ、だから、この元氏の代に、えー、上杉家は、忠義派にひっついて、パパ引いたかなと思った瞬間、ここで上杉家は元氏にひっつくことによって、一気に関東の支配を、えー、確保そうわけなるですね。で、この元氏というのは、基本的に高氏派の排除。 忠義派の登用によって、えー、鎌倉府を構築していた人物です。足利氏光及び上杉春まあまず氏光から一応見ていきましょうか。氏光の、まあ範治先に死んじゃうんですけども、氏光は元氏の死んだ後と鎌倉湖北を継承しています。元氏って28で亡くなるんですよね。この鎌倉湖北の家系ってみんなものすごく短命で。 諸町区方に比べると圧倒的にあのサイクルが速くて、足利義満から名前をもらってるのは2台になりますしね、氏光と三つ金の2台になりますし、ものすごくサイクルが速いです。氏光さんは上杉氏の補佐を受けて関東に引き寄るが支配権を築くことに成功しています。その上杉ですけども、この上杉憲春を見てみますと、この足利義光に近似して、神津家主婦になってます。 ところがこれ実はですね、この上杉典春さん、ちょっとややこしいことがありまして、典春さん、ここにいらっしゃいます。本来ののこう、典秋の正式なこうは、この乗り方。 これあの黒田元樹さんによると、のり正と読むべきじゃないかという話もあ,ありますけども、ということは、のり正なんだろうなと思うんですけども、なんだかともう、り方で、えー、ずっと作ってて、今日急に帰るのもしんどいんで、乗り方でいきますけども、えー、この乗り方さんに本来は行くはずだったんですけども、こののりはがそこに出張ってきたと。これは宇治光に個人的に気に入られたからなんですね。1377年には関東関連になってます。 ところが、えー、彼が気の毒だったのは1379年、攻略の政変によって芝義行が、えー、宇治光の揚陸計画を立てます。それに応じて宇治光は上洛計画を立てました。で、これによって、宣、え、治、ー、は政治的な立場が壊れちゃったんですね。要するに宇治光に次々従えば、京都との関係が壊れる。 京都との関係が壊れると、あのこの乗り方らにが、えー、黙っちゃいないと。しかし逆にここで宇治光に反抗すると、宇治光との個人的な関係で、えー、まあ関東からなってる以上はのりはるさんはもはや求心力を保てないと。あののりはるの立場というのは非常に難しくて、宇治光と吉光の関係が良かった。 ただようやく安定するという関係あったんですけども、氏光と義満の関係が破綻した以上は、範治も破綻してた得ないと。だから、範治としてはもう進むべきは一個かないですね。もう死をもって氏光を諌めるぐらいしかないわけです。要するにあの、この説得に失敗すれば、どちらにしろ範治はあの積んでるわけですね。積んでしまった彼は、えー、自害することによって氏光を 氏光はその宣治が、えー、腹を切ったことによって目が覚めたのか上洛計画が中止になってます。まあ芝義行がどの程度氏光の擁立を真剣にかあの考えたかっいうのはちょっと微妙なところですよね。義行とすればこの氏光にいざとなったら乗り換えるよという形で圧力をかけた結果、義光は細川由竜を失脚させたと。 えいうことで、その頼、えー、行き失脚を勝ち取ればもう、義行としては別にもうどうでもいいと。極端な話言えばよ、義行からすりゃ、義満でも宇治水でも氏水でも縁んですよね。氏光は、この吉光からの圧力を結局被ることになります。吉光にとって、この氏光水のは、やばいやつと。大山氏の乱が起こったときには、大山氏を滅ぼしています。 まあ、それによって、上杉氏を、えー、牽制すると。要するに、えー、俺に逆らえば、俺は本気出すで、と。えー、いうことで、まあ、しかも、小山氏の乱で、小山氏を滅ぼしたことによって、足利自密の、えー、権威は、えー、結構強いとことは、はっきりしてきました。ということは、えー、上杉氏にとっても、そうそう、それ役にはできないと。 吉光と氏光の関係は、氏、まあ、光がべこべこ誤った結果、よくなった、それからあの欧州慣例、あの大崎市の力が今一つ発揮できない都合で、1 3 9十年には陸奥ではの国の統治を一時的に委任されます。えー、上杉憲方さんですけども、憲春が死んだ後は関東慣例、大山市の欄、えー、では、この紀方はずいぶん活躍したようで、 神戸下野家、武蔵、伊豆、阿波の主語を、えー、宇治光から、えー、引き渡されて、まあ、上杉家は関東一帯に力を持っていくと。その次の関東関連は上杉とも宗で乗富士犬掛富士のうですね。兄・と智房が隠遁、えー、して、えー、京都と鎌倉にをうろうろするようになった後は犬掛上杉氏の家督を継いでいます。乗り方が死んだ後は関東関連や武蔵主語などをやっています。 彼の主な的な実績としては、応援の乱に交渉しようとした足利光兼を諌めています。でその足利光兼ですね。足利光兼さんは氏光の着手です。応援の乱にこうして出兵した人物ですね。しかし、上杉友んに止められて、結局そういう意味では、足利氏光、足利光兼、いずれも出兵。 平は考えあの京都と全面対決を考えても、えー、上杉氏がそれを引き止めると、えー、上杉氏の助けがなければ関東軍方は、えー、手出しをできないということになりますこの足利光兼は弟の光直と光貞をそれぞれ笹川、えー、稲村陸奥南部に下していますこれはあ,のあれですよね この鎌倉将軍府が陸奥ではの支配権を認められたということで、陸奥南部に自分の弟たちを派遣するんですけども、それに対して陸奥南部、現在福島県の伊達郡の黒人領事であった伊達政宗の乱を招いています。ちなみに今日我々をしている伊達政宗というのは この、えー、伊達政宗の、えー、名前をあのもらったものです。伊達照宗の、えー、息子は本来なら、えー、伊達家の代々の例から言えば伊達秋宗にならだったんですけども、えー、まあ吉昭さんいなくなっちゃったんで、あの仕方がないから政宗の名前を応援の政宗からもらってます。伊達政宗、この伊達政宗は釈迦義光やご縁優と血のつながりがあります。伊達政宗の母親っつうのはあの足利義光や 御天皇のの母親の姉妹にあたりますそん立政宗の乱を招きあの上杉氏則の活躍で鎮圧に成功するとこの結果、えー、この上杉氏則この知宗氏則こちらの力が伸びてくると乗り方、えー、乗りはるこの乗り方の、えー、死後この、えー、上杉あの智宗上杉氏則この力が伸びてくるということになります。 ちなみに、え、足利家のあれではこういう感じですね、砂尾と三つだが、えー、それぞれ、笹川、えー、稲村、こ,このところのサイクルが、えー、非常に早いんですね。20代、えー、30なるかならんかで、えー、死んだり40、まあ長くても40までしかいかないという、えー、非常に短い、えー、家系です。持ち家の場合は、まあちょっと違いますけども、 上杉氏の始まりのところで一人、大人の人物を挙げると、上杉全州ですよね。上杉全州、生まれた年は不明です。彼が出てくるのは1102年のこの伊達政宗の乱の鎮圧の時に出てきます。で、あの笹川久保、足利光郎と協調しながら、欧州に勢力を腐食していき、上杉氏の力を南欧州、現在福島県、 あたりまで力を伸ばしていくということで、この、えー、上杉禅宗は勤めでやりたかったみたいですね。父親の、えー、死によって、ウィヌ上杉氏の家督を継承しています。同年、足利三金、ね、鎌倉国宝の足利三金が、えー、死去し、嫡男持ち討ちが継承すると。ところが、その翌年ですね、足利三つが謀反を起こすという不説を起こしています。要するに、あれですね、えー、三つというのは、 こここにおるわけけですけどもこの三つ金が死んじゃったとこの持ち主じゃなくてこの三つ孝が俺が後継者になるべきだということをまあ言い出すということですね。あね結局三つ孝は謝罪すんませんという形その代わりに三つ金の次男である、えー、足利かもし中を養子にするという形で手打ちがなされるわけですけども。 この背景にはどうも、えー、関東管連上杉則貞への周辺の反発があり関東管連の、えー、上杉則貞が責任を取って辞任するとその結果氏のりに、えー、関東管連の口が転がり込んできたわけですね。 でどう言われるのかよくわからない私もちょ,ちょっとよくこの「さだにどういう反発だったのかとそういったことに関してはちょっとはっきり書いてなかったんでわからないんですけどもなんかそういうのがあるらしいとところがこの「氏りと「持ち氏」らの関係も、えー、微妙に実,実は良くない結局この辺「足利」が見つたか足利が見つたかは結局こういうたこと言い出したのも持ち氏 学校系であることに不満,あの不満を持つ、えー、連中はたくさんいたということも伺えるだろうし、まあその辺ちょっと持ちうじもややこしい事情を抱えたんだろうなと思います。結局持ちうじの外戚に、えー、まあ関東一色氏がいて、この一色氏これの力が増大してくることでする不満でもあったのかなという気もしますね。1515 15年には宇治のりの家臣である小幡、えー、六郎という人物が所領を没収されると。 いうことになり、えー、それに反発した、えー、宇治則は、えー、関東官僚を辞任しますそれを受けて、えー、まあ、上杉則元が、えー、関東官令に就任しますがこれに対して宇治則と三坂が、えー、連携して反持ち氏で、えー、つながっていくと、えー、いうことになりますそれが爆破したのは上杉全首の乱ですね 1116年いきなり上杉全州、えー、出家して氏典、えー、の,のことですね禅宗光孝らが足利茂知事と上杉憲元を襲撃します。その結果足利茂知事は駿河に逃亡憲元、えー、は越後に逃亡しています。これに対して京都がどう動いたかというのは実はものすごく不透明なんですよね。 足利光明が進言したことによってようやく吉持は持ち討ち救援を決定しています。ということは吉持は、えー、この光明の進言がなかったらな内したかったんやろうと、えー、思うわけです。で光明の言い分は吉持のエボ子語である持ち討ちを、えー、救うのは当然のことであると。 えーいうふうに強く、えー、進言したようであって、よしも持としたら、持、えー、ちうじと禅宗が潰し合って、お互い傷つけばラッキーかなーというのと、さらに言うと、実は禅宗の,の息子って結構あれ、京都におるんですよ。京都におるんで、えー、実は禅宗は意外と京都寄りであったと。 ということを考えると、先ほどのこの、えー、無本謀反の風説、あるいは、のりさだへの反発、宇治のりの関東関連就任というのは、これは、新京都派と、反京都派の問題なのかな、というような感じですよね。上杉宇治のりは、実は意外と京都と関連があった可能性が高いと。ただ、これも、被害には得ないんですね。結局、それ潰しちゃいますから。 足利義持は駿、鶴河守護の上杉則政それから越後守護の上杉ふ方彼らに命じて、全州を攻撃しています。その結果、全州は、えー、自害に追い込まれ、水高も、えー、持中も皆自害します。で、えー、武田信光は甲で自害、岩松三鼓は残、えー、首というふうに、全、えー、州派は、えー、一網打尽にあうわけですが、 その期間犬掛上杉は、えー、京都にいた禅宗の、えー、子息を除き壊滅すると、えー、いうことで、まあ、京都に、えー、何人かいたんだよ犬がけど犬掛さんはかろうじは残るんですけども基本的に,山,内に山の内に一本化するとでこの禅宗の乱で最も分からないのはこの,この人物ね足利義継の逃亡禅宗与道と認定されて捕獲されたんですが これの取り調べを行った富樫三成が細川光元、柴吉重、畠山三成、赤松義則らが予動したというふうな報告を出すわけですね。ところが、一転して今度は三成が吉次に予動したという疑惑が浮上して処刑されると。実はもう何も分からない。真相は分からない。伊藤清さんは、 あのこれを要するに富樫三成というのは将軍先生の、えーまあ、義持の側近で将軍先生を、まあ、担う勢力であるとそれがあのこういう、えー、守護大名たちに牙をむいたというふうな見方をしています、えー、本当かどうかは分からないのこれも「毛崎雄一郎さんはもう諸町幕府の体制の矛盾が噴出したものだと」と要するに基本的に諸町幕府は大名に支えられる体制であったんだが その大名が謀反を起こすときに、一つの大名が謀反を起こしているだけであるならば、その大名を謀反人と名指しして潰せばそれでいいと。問題は、大名が結託して、えー、例えばあの、この細川光本、柴吉重、畠山光則、赤松義則、えー、他時下がずーっと並んでるわけですこいつらが一斉に謀反を起こしたらどうなるのかと。結託した場合、どうするのかと。 でさらに言うたら、えー、こいつらは結託して謀反を起こそうとしていた、ここにメスを入れることすらできない。ここにメスを入れたら、もし本当やっても、嘘やっても、この室町幕府の体制というのは、ガラ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 と崩れちゃうわけですね。で、どう対応するのか言うたら、まあ、結果的に、えー、これはうやむやのうちになると。この室町時代の事件の結末が極めて薄からくうやむやのうちにあのなってしまう。 でえー、誰か犠牲者を出してその犠牲者に全部の責任を負わせて「はい終わり」というふうにすることが多いのはこういう室町幕府大制の矛盾があるんじゃないかなというふうに言われるわけですね。例えば金欠の辺でも細川勝元や山名宗膳が謀反に関わっている通風説があるときにそれをちゃんと、えー、確認するどころか畠山地区には最終的に赤松三政を犠牲にして。 山総勢を丸め込むとこの場合では足利義継が爪腹を切ることによって全て義,義継が悪かったんだよねと何もなかったんだと義,義継が勝手に暴走してあげただけなんだよというふうに済ます。そののための犠牲 義次がどれだけ主体的に関わってたかというのは極めて疑問視されてますが、昔は義次が全州と組んで、一気に京都と鎌倉で一斉に謀反を起こすというふうに見られてたんですが、近年ではこの義次はあんまり関係なかったんじゃないのというふうに見られてます。普通のは義次の動きをどう見ても、なんか謀反人として、なんかこういう根性を持って戦っている人間は見えない。吉津は多分何かの陰謀に 巻き込まれた悪くすると完全にスケープゴートにされたというのが実情なんだろうなというふうに思うわけですまあ義継の関係者への処分は、えー、緩いものですね、えー、義継の、えー、妻は別に許されて息子たちも許されてますで、えー、妻は後に足利義兄の時代には十三尾の女夷を受けてますあ息子たちは基本的には出家してましたけども これで一応、全州の乱は、えー、終わったんですけども、問題がいくつか残るんですよね。えー、持ち主による全州勘記者の討伐が行われると。まあ、例えば、京都富士州である佐竹友義、これが討伐されることによって、京都富士州はお、えー、極めて大きく動揺すると。大江、e、24年、これ一つの全、ね、州の乱、網走の痛み、これをどう評価するのはちょっと悩ましいところなんですが。 ちょっ網走のイタビをちょっと見てみますと、現在、網走市郷土、えー、博物館に使蔵されているこのイタビ、30センチぐらいのものなんですよ。こんな感じなんですね、現在、現,現状残っているのは。これが網走でいきなり発見されたと。イタビというのは北、北関東、それからあの東北、北海道南部に見られるものなんですけども、このイタビというのは、えー、南関東付近によく見られる、えー、ものであると。 こっちに、えー、博物館の、えー、説明書をちょっと出ま、え、す、ー、OA24 という年季があると。で、これしか分からないんですね。まあ、一般的にはこれは、えー、O パーツ、つまりあってはならないところにぽロンと転がっているもの。工事現場のおあなんか コレクターがなんか持ってきん要するにもともと網走にあったもんじゃなくて、えー、何らかの理由で網走まで持ってこられて捨てられたんだろうといつ頃の頃かわからんけどもというふうにまあ見られるわけです。まあそれはそうなんですけどもじゃあ誰がこれをここに持ち込んだのかっていうことねこの o 永24年というのが非常に気になるんですけども札幌大学の、えー、瀬川拓郎先生なんかはこれあの、えー、要するにこの頃 OA 永年間から えー、影響年間、まあ、象徴影響年間あたりに和人がおほうつぐ海沿岸まで到達した可能性はないかというふうに見えるんですけども、骨寺荘園軍の岡井一郎さんは、どう考えてもこれは後から持ち込まれたもんだろうと、当時の人間持ち込んだものもちょっと考えられない、無理があるというふうにまあ言ってるので、私もちょっとよくわからない、えー、現状はよくわからないですが、えー、この大江十四年通うのがまあ前週の乱。 と関係があってその後、えー、前主の乱の後この伊丹のあったこの伊丹は大体武蔵の国南部の形状らしいんですけども武蔵の国っつうのは大変なことになるんでなんか関係ないのかなとか思ってます上杉憲宗ですねこの人物の登場に、えー、入ります1510年上杉藤方越後守護の上杉藤方が世政聖誕してます関東管理上杉憲元が亡くなったこと さらに後継者の不在を受けて、1120年、禅宗の乱のあとですね、関東慣領光津武蔵、伊豆守護として任命されますだ10。10代ですから、基本的には何の、えー、権力もないですね。で、1123年には小栗光重の乱に従事しています。この小栗光重の乱は、えー、この小栗というのは、北地の国の京都府知事ですね。持ち討の申請っいうのを見ると、ものすごく。 持ち主がどんだけ違うたかというのが分かります。で持ち主自身が申請するのってなかなか少ないですね。この小栗光重の乱と、永京の乱と、禅宗の乱、このぐらいしか彼は先住に立っていないと。逆に言うたらそうなんですね。で、他にこういう京都府地州として、宇都宮・持綱、あるいは桃の井信義らも討伐されています。先ほど見た佐竹友義もこの時に討伐されています。で、これによって、吉持と持ちの対立は激化し、 でこの1123年っつうのは、えー、あれですよね。京都に安藤の神が吉持のもとに送ってくるのもこの頃です。だからこの1123年っつうのは、まあ大変な時期、えー、一番大変な時期であったということが言えます。1125年、足利を四が死ぬことによって風向きが変わってきます。要するに足利が持ちうじは、えー、吉持と喧嘩をするよりは、ここは吉持に詫びを入れて、えー、吉持となんかよくなっとけば、 もしかしたら、義持が死んだと、俺が将軍になれるかもしれないと。あの義持と持ち氏っついうのは、親子に近い年齢差ありますから、え義持が死んだと、持ち氏が後継っいうのは、実は全くない話ではないんですよね。十分に可能性ある話です。しかし、彼の望みは虚しく、1928年、足利義則が継承し、持ち氏が不満を持っていきます。で、こうなってくると、この紀舟の苦しみっいうのが、 え出てくるわけです持ち主は義兄の将軍就任に非常に不満だったんで祝賀の使者を送らないさらに象徴から影響に変わったにかわらず年号を使わない鎌倉五山の十字は独自に任命するそういった形で義兄との対立が深まっていきます。 で、え、吉典はその時考えました。この三つ川を鎌倉九方にしちゃいと思います。それに対して山名赤松が同意しますけども、それに対して万歳らこれに同意したのがどうもあの、畠山。それから、えー、細川。で、細川が意外なのは、これ細川は三津川と本来通過なんですね。この、えー、三津川の意向はこの細川を通じて吉典に入ってくるんです。 ところが、その肝心の三つ直の、えー、取り次ぎである細川家が三つ直の力を疑問視したと言いますから、これよっぽど三つ直の力は多分なかったんでしょうね。細川持之から見ても、こいつちょっと頼んないと。<laughs> 吉則はあくまで三つ直にこだわったんですけども、もう周りから無理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 、絶対無理と言われて、結局持之と吉則は一旦和睦します。 その後は上杉のリザネと、それから柴吉哲、畠山光家らの間で融和政策が進んでいきます。ところが、この吉哲という光家は、1933年にあいつで亡くなります。吉哲のあとは、対関東強固派で、光野との関係も深い、お川持が関連に就任すると。そうなってくると風向き変わっていきます。吉哲が関連辞任した直後、吉則は富士遊覧を行いますけども、 これは要するに、えー、関東に対する嫌ですよね。それに対して持ち主は権力基盤の強化に走っていきます。具体的には武蔵、えー、相模、阿波、上総、こういったところをあの語緑化しようとすると。もちろんこれやると、えー、上杉との対立は避けられません。で、えー、上杉に代わって関東一色市とか柳田市とか、こういう家が、えー、台頭してきます。で、これが上杉との対立を深めていくんですね。 今日の欄に行くわけですが1136年、えー、きっかけは信濃守護小笠原正康と国衆の村上頼家の争いに持ち主が介入したことに端を発します。これは紀裟が「やめてくれ」言うたんで結局、えー、正康が勝利しますところがそれに気に食わない持ち主は再出票を検討します。これ紀裟がなぜやめろ言うたか言ったら信濃ってこれ京都の方なんですよ。 だからこんなもん、えー、持ち主がこの信濃守護の小笠原正康と戦ったら、これも京都との全面対決になるわけですね。そうなってくると、その、えー、乗の紀伊たらやめてくれーになるわけです。だから、正康の勝利と言っても、ある意味当然のことであって、とか持ち主は再び信濃出兵するんだけども、これ、ほんまに信濃だ、げきあるんかと。えー、乗りざねを潰すんちゃうん。ということから対立。 深まり結局、持ち主は自分の側近らを切ることで和睦に応じます。が、2年後、嫡男・義久が元服するときに、なんと持ち主は義則の返金を拒否して、しかも義を名乗らせます。これ、勝手なんですね。義則からもらったんちゃうんですね、これ。義久つうは自分で勝手になると思うんです。まあ、本来なら、範氏ならずですね。持ち主に対して範氏と。ところが、彼は義久にならず。もうこれ、なんか野望が。 丸分かりです。で、さらに、一色紙、穴田しの禁止の復権を行います。これによって、えー、乗り佐根は完全に追い詰められて、鎌倉出奔、光月に下校。それに対して、怒った足利持氏は乗り佐根を撃、えー、てというふうに軍、えー、を出します。それに対して足利義紀は紀り根救援に乗り出します。上杉持房、上杉紀友、 こ禅宗の,の維持ですね、彼らを派遣し、持ち地討伐にやります。まあ、この持ち房やり友からすると、禅宗の,あの敵、父の敵というとになんですね。で、逆に言うたら、こういった人らを保護し続けていたというところに、え足利義持、および足利義のりの本熱のダダ漏れであると。さらに、御花園天皇の千葉臨時や錦の御旗を貸しして、えー、送ってます。 当時、南王および北関東では、持ち主派と義典派の激突が行われてましたけども、それ以外の関東では実は持ち主優勢だったんですね。だから持ち主はおそらく関東全体は、もうほぼ俺についてると。だからここのところは、この上杉るれ真を討伐すれば、室町将軍との激突避けられないけども、それでも俺は勝てると。思ったんですが、小田原で幕府軍に敗北しました。この上杉持久さん、上杉とも、えー、今が そういった連合軍に敗北してますでこれによって一気に持ち主軍は離反すると、だからここですね、やっぱり戦争に負けると、えー、痛いと。で、えー、あの鎌倉を持った三浦時高が <laughs> 離反しちゃったんですね。持ち主は、えー、その頃あの乗り宗を飛ばするためにあの出兵していて、武蔵の国のように行ってたんですよ。鎌倉を守るそう三浦時高に任せたその三浦時高が離反したと。 鎌倉陥落を受けて、持氏は海老名から、えー、急遽鎌倉に帰還しますが、もう完全に鎌倉は幕府に押さえられてて降伏。側近らを処刑することで、なんとか、えー、逃げ切りを図るんですけども、でそれを受けて、紀氏は、えー、方針を決めます。あの要するに、紀氏に足りすぎた、えー、あの持氏の側近らが処刑されたことで、えー、一転紀氏は持じを除名して、 さらに、吉久を鎌倉九法にしてくれというふうに吉則に要請しますが、吉則は早くあの持ち主と吉久を殺せと。でないと、紀久も殺すよというふうに強行に出ます。その結果、紀久はやむなく持ちと吉久を自害しますが、やはり紀久にとっては、この持ちと吉久を自害に追い込んだことというのは、ものすごく絆というんですね。自殺未遂をしますが、死にきれず、 えー、聞く彼は出刑し、えー、ンンします清方への担当関連異常ということで、えー、彼は完全に、えー、姿を消すはずやったんですが紀実は一応正解には関わらないということで完全に隠遁にしますけどもところが、えー、なかなか難しいですね足利光直は鎌倉九方に就任を希望します。 一方、義兄は、えー、自分の息子の義栄を減存させて鎌倉憲法にしようという構想があり、関東政策のズレがあり、えー、出てきたと。で、三直か義栄か。義栄を入れる、三直を入れる、どちらにしても、しかし、うまくしっくりいかないまま、鎌倉憲法はしばらく空席になります。で、その合間を塗って、えー、起こったのは有機合戦です。つま持ち討の維持の安王丸と春王丸が、えー、出奔し、 兵しましまたそれに対して義典は上杉清方今川範忠小笠原正らを派遣しさらに上杉範忠には現役復帰を厳命しますところがこの足利光直が、えー、この有機合戦の、えー、余波を受けて挙兵した南欧州の、えー、石川氏らによって戦死しますこれによってもう義兄の、えー、関東、えー、構想はもう完全に破綻するんですね えー、三直も死んだ、こういう状況ではもう義英を派遣することもできないと、要するに、義、え、兄、ー、に対する反発が渦巻いていることがわかるわけですね。義兄は軍隊を派遣して、力押しで、えー、下草有機城を落城させ、えー、安王丸と春王丸を処刑する,することで、なんとか関東を、えー、抑えます。南相聡見発見伝では、実はあのこの聡見義経が有機城から落ち延びるところから始まるみたいです。 この里見家の、えー、家臣たちが頑張るたですね。で、えー、敵役は上杉貞政という、大、え、木、ー、が上杉ですね。下草結城城が落城して、で、その安大丸と春大丸も処刑されて、その首が届き、祝賀の、えー、その祝賀の会で、吉典はあっちゃこっちゃの大名から呼ばれるわけですね。で、そういう中、6月24日、1141年から620年前かな。この6月24日。 足首押しのりは暗殺されます。これがカキスの乱ですね。